おはようございます、平山茂です。今日はですね、10月16日土曜日でございます。現在時刻は6時53分でございますね。皆様いかがお過ごしですか。今日はね、土曜日です。私は昨日の動画でもお話しさせていただきましたけれども、今日と明日ですね、土日は大阪京都をちょっと回りまして、いろいろやろうかなって思ってるんですけれども、ちょっとですね、昨日の夜8時ですね、動画をアップした後夜8時過ぎに私は名古屋の自宅を出発しました。がしかし、まあ下道で大阪に向かってたんですが、問題が発生しました。大問題が発生いたしました。ちょっと車にトラブルが起きました。警告灯が点灯いたしまして、まあ、エンジンチェックランプといいますかね、すぐに、車を止めましてですね、ちょうどコンビニがありましたのでファミリーマートに止めまして、でまあ確認したところ、すぐにエンジンを切ってですね、最寄りのディーラーに連絡をしてください、もしくはディーラーに持って行ってくださいと、そういったようなことがこのマニュアルの方にね書いてあったんで、まあ、夜11時半でしたので、もうどうにもならないということで、まあその三重県伊賀のコンビニで一夜を過ごそうか悩んだんですが、まあとりあえず高速走行はやめなさいと書いてあったので、まあ低速、まあ下道だったので、下道でなるべく大阪に近いところまで行くかということで、その後2時間ぐらいですかね、下道で走り続けて奈良県まで来ました。コンビニで一夜を過ごしました。はい。ちょっと、まだ寝起きということで、あんまりテンポよく喋れませんけれども、まあ、そういうわけで、コンビニで今一夜を過ごし、とりあえず、お風呂に入ろうと。スーパー銭湯にやってまいりました。奈良県、奈良市、富ヶ丘ですかね、ここはね。富ヶ丘にある、ゆららの湯という湯に来ました。で、ここでちょっとね、7時オープンということなので、あと4分、3分ですね。ここでちょっとお風呂に入りましてですね、ちょっとほんと夜は寒くてですね、凍えるような寒さの中、短パンで寝てたわけなんですけれども、ちょっとお湯に浸かってちょっと温まってですね、とりあえずね、お風呂に行ってこようかなと思っております。よし。いやー、気持ちよかった。この炭酸泉っていうのがね、めちゃくちゃ気持ちよかったですね。30分ぐらい入ってました。もうツルツル、ツルツルだ。はい、お風呂行ってきました。すっきりしたけど、車もすっきりさせたいのでディーラーに行きたいと思います。現在9時ですね。まだちょっと1時間ありますけども、ちょっと一服しつつ、ちょっと行ってきます。まあ、とりあえず、行きましょうか。あれ？警告灯消えてる。あれ？警告灯が消えた。警告灯が消えました。まあでも絶対着くな、また。ああ、どうしよう。まあディーラーに行った方がいいのは間違いない。
ただここは今奈良県、待ち合わせは大阪。よし、大阪行くか。大阪行こう。大阪行きます。大阪に清水さんに会いに行きます。よし、じゃあ行きましょう。警告灯は消えた、消えたので、とりあえず大丈夫、大丈夫。よし、ちょっと行きましょう。大阪の方に着きました。大阪の、まあ、中心部ではなく、ちょっと郊外のね、郊外の町なんですが、警告灯は着きませんでした。なのでちょっとディーラーにはね持って行ってないです。はい、一応エンジン警告灯というね、こういった表示が出ました。多分重症なのは間違いないんですが、今現在はついてないということで、ちょっと、ディーラーには行かず、ちょっとねこのまま旅を続行したいなと思います。でこの後ですね、ちょっと待ち合わせしてるので、ちょっとその様子もねまたお送りしたいなと思います。とりあえず不安がめちゃくちゃありますけれども、強行します、強行します。さあ合流しました。清水さん、ご紹介させていただいてもよろしいですか？どうぞ。どうもどうも、こんにちは、清水さんです。清水さんはですね、まあ、何度もね、先ほどもご説明させていただきましたが、僕が東京にいる頃ですね、本当にお兄ちゃんのように大変お世話になった方でございまして、約ね、僕は東京は4年だったんですけど、その4年も全て清水さんと一緒にいたんじゃないかっていうぐらい本当によく一緒にいましたね。まあ家も近かったっていうのもありますけども、本当にご飯も本当によく行きましたし、遊びにもよく行きました。はい、で、まあ、清水さんはパワーストーンのねお店をやってるんですが、今はね大阪戻っちゃったということで、そうそうそう、ちょっと今休業中でございます。休業中で開店準備中ですか？そう、準備中。今日ホームページ更新したんで、概要欄また貼っといてくれたら。わかりました、お願いします。準備中というホームページをちょっと概要欄に貼っときます。つながりはあるから、はい、うん、そうですね、大阪で清水屋っていうね、そう、石屋さんをまたやるということで、その時はぜひ皆さんお願いします。お願いします。清水さんが金運のシールとか1億円札でしたね。そうそう、お寺のやつね、あれを送ってくれたから5万円が当たったっていうのは事実なんで、それはタイミング的にあるね。事実です。あれはもうバッチリ YouTube 残ってますからね、たどればわかりますから。あの動画開封の儀の後に当たりました、ね、うん、はい、一応ねタイミング的にはね、そうですね、間違いないんで、うん、ということで、早速ですがちょっと早速ですが、私5万円当たりましてですね、そのうちの、まあ、やっぱりね皆様にお配りしたいということで、ちょっと生々しいかもしれませんが、こちら清水様にお渡ししたいなと思っております。当たったお金、はい、わざわざ清水さんありがとうございます。いえいえ、片手で申し訳ございません。いえいえ、こちらこそ自撮り中ですが、いえいえ、片手でいただきます。ありがとうございます。ああ、そう、ありがとうございます。おめでとう、5万円おめでとう。ありがとうございます。当選おめでとう。ありがとうございます。配ったぜ。
有言実行。おー、素晴らしい。じゃあもっと、もっと高額当てますから。今からね。今から。いや、この線の掴み地っていいの。はい。これでロト6買いに行きます。あ、さすがです。さすがです。今日は一流万倍日やから。はい。マギさんが俺に渡して、あ、しげるくんが俺に渡してくれたんが、はい、こう万倍になるみたいな投資で、俺はロト6買って、こうまたその1000円が万倍になるっていうので、はいはいはい、いや素晴らしい、うん、まあこれはとりあえずこの1000円をとりあえず2000円にして返します。いやもう、いやいいですね。目指せ最低4等です、ね、軽い軽い、いやもう本当、でも僕は清水さんにロト6教えてもらったんで、うん、本当に清水さんいなかったら今ロト6は買ってないっていうことで、あ、企画がね、はい、それも本当にね、うん、いや、いいものを教えていただきました、本当に。あ、じゃあ今からロト6買っちゃ、うん、あ、行くんですよ、うんうん、あ、了解です。でその後、まあ、ちょっとご飯食べようという、そうそうそう、あ、じゃあ僕もそこでロト6月曜日分を買います。ああ、ね、はい、そしてちょっと左腕が死にそうなので、そこで宝くじも買っちゃおうかな、ハロウィンジャンボ。あ、いいと思うよ。大阪のチャンスセンターはちょっとね、あの車がぶっ壊れそうなので、あんまり自分の車乗らないようにということで、ちょっとじゃあそこで僕今回ご縁だなと思うので、ハロウィンジャンボちょっとね10枚ほど買いたいと思います。よし、じゃあよろしくお願いします。お願いします。よし、うん、よし、安全運転で。安全運転で。あ、ありました、ありました、ありました。メガネ屋さんってそういうことですね。そう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 。そうか、リアルにもメガネ屋さんの駐車場にあるんですね。うん、普通ないですよね。よし、到着。え、1等7億出てる。え、1等7億出てる。サマージャンボ。うわ。これはこれはですよ。さあ、ロト6。キャンペーンを実施中。お得な宝くじポイントがもれなく通常の10倍または倍たまる。さらに、お、なるほど。ワンクイック。あ、こっちか。窓口こっちか。では。シャーゲットでございます。さあ、汚い足をすみません。さあ、買ってまいりました。私はロト6 1枚じゃなくて5口1000円分と、今回ハロウィンジャンボミニ買いました、連番とバラを10枚ずつですね、合計7000円購入でございます。さあ、清水さん、こちらはどこでしょうか。鶴橋で、今からちょっと食事にぜひマギさんと食べた、あ、しげる君と食べたいとこがあるので、こちらです。わかりました。ちょっとスルハシ、あ、これですか。ヒカルミートに行きます。和牛専門店。お友達が、お友達、うん、幼馴染が、あ、幼馴染なんですね、うん、いやー、めっちゃ久しぶりです。あ、ここヒカルミートです。よろしくお願いします。おい、貼ってくれてるから。あ、 GI ジョースタンディングなんですね。そうそうそう。あ、素晴らしい。え、 GI ジョー、 GI ジョー、本当だ、 GI ジョー、うん、あそこはアベノマスク、アベノマスクアベノマスク素晴らしい、嬉しい。豚タン4。なんかご飯とか後でいい？ご飯も全然タイミング、あ、後でも大丈夫です。あ、そう、はい、でもいい、清水さんのタイミングで。いや、全然全然。ピーマン肉詰め2つ、はい、1回こんなんでしょ、わってなるから多分。
これはですね、手作りコーラです。もあるけど、ドリンクも普通のドリンクもいっぱいあります。お弁当もあります。いや楽しみだな。立ち食いの焼肉は初です。炙りレバーでございます。うまい。どうでしょう。うまい。いやもうほぼレバ刺しに近いですね。うん、いや嬉しいですね。ホルモンでございます。ホルモン、これ何につけるの？揚げ節なんで。はい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 、うん、これホルモンチャレンジ好きちゃうかな、マギさんは。まあ大阪感じてる？大阪だ。さあ、焼肉も食べ終わりましてですね、ここは清水さんの実家でございますね。実家にお邪魔しております。何回目でしょうかね、私は。3回目か4回目ぐらいの、お泊まりなんですけれども、今日もよろしくお願いします。お願いします。ごゆっくり。ありがとうございます。さあ、今日はですね、ここでおしまいという形になります。でまたですね、明日は京都でございます。京都で手渡し、京都で手渡しします。ということで今日はここまでとなります。本当に、ご視聴ありがとうございました。そして皆様、良い週末引き続き送ってください。大丈夫ですからね。大丈夫ですよ。大丈夫ですから。あ、清水さんの方からもね、ちょっと今日はいただきたいなと思います。大丈夫。あ、それが奇跡やから。これが奇跡。それが大丈夫。これが大丈夫。それでも大丈夫。あ、もう大丈夫です。大丈夫。大丈夫ですね。何があっても大丈夫。何があっても大丈夫でございます。ということで、皆様おやすみなさい。また明日お会いしましょう。平山茂でした。そして、清水でした。ありがとうございます。おやすみなさい。良い週末を。宝くじ当たるぞ。